よくする話で、あの日本にいるその外資系のなんか会社の社長とかをやってる人の旦が日本酒大好きで、妻のプレゼントに日本酒をプレゼントしたいと、伊勢丹日本酒コーナーに行って、で店員さんに一番高い日本酒くださいと、言ったら5000円の4号店に5000円の日本酒が出てきたと、こんな安いものをプレゼントしたら怒られるとつまんない、もっと高いものがないのかと、言ったら10本セットで5万円のセットが来たと、いや、そういうことじゃないんだよと、1本で5万とか10万のやつが欲しい、ありません、っていう笑い話があった、そのようなブランディングビジネスが全然ないのと、やっぱその、SNS でのアピールっていうのは僕は全然足りないなと思っていて、僕はもうね、なんならネットフリックスとかにお金を出して、その各地方が、オリジナルのムービーとかを作ればいいと思うんですよね。その、なんていうんですかね、こう、聖地巡礼じゃないですけど。確かに、ネットフリックスみんな見るし、そうなんですよ、あの飛騨高山とか、実はコロナ前、今、すごかったんですよ、観光客。飛騨高山って、あの、君の名はっていう、あの、ありましたね、はい、アニメの聖地なんですけど、聖地巡礼需要がすごかったらしい。やっぱね、アニメとか強いんでね、そういうのをちょっとやってほしいなっていうふうに思ったね。だまさにその堀江さんおっしゃる通り、まさにさっきのその日本のインフレがその世界最低っていうところ。